まあ、我々は実は今回全く同じスペースにオフとデジタルを並べるということにこだわりました。もうこれはあえて、もうそこをターゲットにああいった配置にしてます。ですから LED のインクジェットとしての発色機の IS29 と、それから LED の従来のオフの発色機の 840RP があえて並ぶことで、もう本当に1枚から上は、まあ、ある意味ではもう限りなくプリントとしては表現できるという、そういったラインを作ったんですね。で、まあ、これをさらにきっかけに発展させていって、将来的にこの本当にそのオフとデジタルが 50%50% ということを実現できた際には、お客様に対しても全くそのロットということをストレスなく、我々が常に最適なものを組み合わせて提供していけば、プリントにおいては実現できるということが見えてきているので、品質は、正直オフと変わらない、もしかしたらそれ以上のものがあると思ってます。まあ、その品質と一言で、言うと非常に広いですけど、例えば再現領域で言うと IS の方が広いと、いうのはもう間違いないことでありますので、オフと合わせる必要がないものは再現領域は、IS の持っているものをふんだんに使うというようなイメージ。3000枚をポンとやれって言われたら、オフではなくて IS を今回すという結論に達しています。品質が合うっていうふうに認識はなかったもので、非常に素晴らしい機会だと思います。一般コート紙から上質マットは当たり前なんですけど、ファンシー系の紙でしたり、そういったものもこちらの IS ですと印刷できますので、あとは本当に凹凸のある用紙、レザックだったら、ああいったバンヌーボ系、ああいった紙もですね、むしろオフセットより品質よく上がるんではないかなと。いざ今導入して本格稼働を始めて、これもしかしたら2代目3代目もあるかもしれないっていうのが、今率直に私が思っている感想です。で、理由はですね、とにかく圧倒的に簡単なんですよ。